しました。おはようございます。よろしくお願いします。はい、私の方からご報告が1件でございます。第11回福岡県男女共同参画表彰受賞者の決定についてでございます。今県では女性が生き生きと活躍できる男女共同参画社会と、この実現を目指しているところでございます。今回11回目の福岡県男女共同参画表彰を行いたいと思っております。この表彰制度は、男女共同参画推進条例に基づきまして、著しい功績がこの分野で挙げられまして、地域あるいは県民の皆さんの取り組みの模範となる活動に行っておられる企業、団体、個人を表彰するものでございます。今回3部門6人6団体が受賞されることになりました。第1の部門でございますが、社会における女性の活躍推進部門、社会の多様な分野で女性が活躍できるよう支援をしている団体、個人でございます。加納恵子さん、関山森林組合理事、それから筑豊地区、女性林業研究グループ副会長ということで、林業分野におきまして、初の、森林組合の役員になられ、退職後もですね、女性のグループ柘植の会というのを作られまして、森林の保全活動あるいは木材の用途拡大なんかについての活動を積極的にやっておられる方でございます。それから健やか工房、多様な働き方でございますけれども、男女を問わず社内での人材登用は、統一した人事評価で行いまして、配置転換スキルアップ研修というのを男女を問わず実施をされていると。でフレックスタイムとかそういった多様な働き方も社内で選択できるようにされておりまして、32名の従業員の方のうち26名が女性と、特に商品企画をやっておられる分野では10人のうち8名が女性だと、まあ、そういった小売業の営む会社でございます。2番目は困難な状況にいらっしゃいます女性を積極的に支援をしている活動ということで、母子家庭でありますとか DVD に悩んでおられる女性たちに手を差し伸べている団体でございます。社会福祉法人の福岡県母子家父福祉連合会ということでございますが、昭和25年設立されて以来60年にわたりまして、母子家庭それから家父の自立生活向上のための活動を継続されておられます。平成15年からは県の母子家庭就業自立支援センターの事業を受託されまして、これまでの間1639名の就業というものを達成されておられます。もう一つは NPO 法人の福岡ジェンダー研究所でございます。平成13年に活動を開始されまして、 DV 被害やセクハラ等で悩んでいる女性の相談を対応されまして、相談に対応し精神的自立を支援されてこられております。多くの自治体から女性からの電話相談事業あるいは相談員の派遣について受託をされている NPO 法人でございます。3番目のカテゴリーは女性の先駆的な活動部門ということで、女性の進出の少ない部門に果敢に挑戦し、先駆的な活動を続けておられまして、後に続く人たちに勇気元気というものを与えられている団体、個人でございます。まず塚本千恵子さんでいらっしゃいますけれども、兼業農家に嫁がれまして、農業に従事されながら自分の経験と学んだことを次の世代の女性たちに還元したいという思いで、トラクター講習会、じゃがいも作り講習会といった、会を率先して開催をされておられます。後に、福岡県で最初の女性農業委員会の会長に就任をされておられます。この分野のパイオニア的な存在でございます。それから福岡市漁業協同組合女性部でございますが、平成16年からお子さんたちを対象にお魚教室を毎年開催をされております。魚食普及活動ともに男女が共同して協力して家庭の一員として役割を果たすということの重要性をずっと訴え続けられておられます。お魚教室は福岡市内の中学校で今年は53回開催される予定でございます。で、特に若手部員をそういった活動に積極的に参加をさせ、
各地で実践的な活動に取り組みを奨励をされているという状況でございます。以上、6の団体個人が表彰の栄誉に与されるわけでございます。私の方からご報告する点はその以上でございます。よろしくお願いいたします。感謝礼、はい、選考の方法というのは教えていただきますか。はい、これはですね、まず次戦他戦で、募集をかけます。で今回の場合は、市町村経済団体と次戦はありませんで全部他戦でございました。その他戦で上がってきた候補の中から、選考は男女共同参画男女共同参画審議会で審議を行いまして、その意見をもとに決定をされております。発表事項について各社さん何かございますか。内容ですので、前回で、私から1点だけ、はい、改正防災法が、一部施行されましたが、はい、それについて、記事の、期待というか、分かりました。今日、改正暴力団対策法が一部施行されました。知事に就任して以来、暴力団対策の法の改正強化というのが必要なことであるということで、繰り返し国に要請をしてきたわけでございます。前の国会で成立をし、今回この改正法が施行に至ったことを大変心強く思っております。県警察はこの改正法も、県警察にはですね、この改正法も駆使をして、これまでの事件の究明と犯人の早期検挙、そして暴力団排除に立ち上がってくださっている県民の皆様の安全確保に万全を尽くしてもらいたいと、これを強く申し上げております。また国に対しましては、新たな捜査手法、これまでもいろいろご要請をしてきているわけでございますが、通信傍受でありますとか、おとり捜査導入、そういった新しい捜査手法についても、その導入を含めたさらなる法的措置について早期に実現をしていただくよう、北九州市長あるいは福岡市長とともに引き続き要請を行っていきたいと思っております。今具体的な要請の活動について日程を調整をしているところでございます。国会が始まったのでなかなかちょっと難しくなっていません。できるだけ早くやりたいと思っております。で県内では、凶悪かつこの卑劣極まりない犯罪が立て続けに起こっております。県民の皆様にはぜひとも引き続き、私ども県警察、行政、事業者、それから皆様、県民の皆さん一体となって暴力団に立ち向かう取り組みにご協力いただきますよう心からお願いをしたいと思っております。各社さん、よろしくお願いします。特例公開法案なんですけど、成立のめどが立ってないということで、先ほども地方交付税の交付を当面延期して、11月2日に支払えるものが、支払えなくなるということが予想されていますが、改めて、県への影響と、あと11月2日の分については市町村が、の分の方が、支払えなくなる恐れがあるということで、財政基盤の弱い市町村については資金繰りとか公共サービスの影響というのは懸念されてますけど、その点県が、直接ではないにしろ県が把握している範囲の形で教えていただけますでしょうか。はい、9月は分割で払われているわけであります。で11月が次 の, 交付される予定というか2日でございますが、717億円県に交付される予定でございますが、その交付どうなるか現時点ではまだ何も示されておりません。仮に11月分の交付税の交付というのが延期されたとすればですね、一時的に現金が最大370億円不足することが見込まれます。9月分の執行抑制の際と同じように一時借入金で対応せざるを得ないと考えております。
交付税はご承知の通り地方公共団体の固有財源でございまして、国によって一方的に抑制されたり入ってこなくなったりするということは大変遺憾なことであります。これまでも強く申し上げてきているわけでございますけれども、一刻も早く特例公債法案というものを成立していただきまして、必要な額の速やかな交付をお願いしたいと考えております。明日九州地方知事会が鹿児島で開かれますが、その会議におきましてもこの問題を議論したいと思っております。国に対して責任ある対応を求めていきたいと思っております。それから11月2日には政府主催の全国知事会が開かれる予定と聞いておりますので、その場でもですね、私ども知事会側からですね、政府に対して強く求めていくことになると思っております。それから市町村でございますが、それから9月分のうちの県の影響は、9月分の地方交付税が分割交付されたことによりまして、一時借入金を行いました。その関係の利子負担の増加は160万円と見込んでおります。で、11月分がこのまま入ってこなくなったとした、まあ、仮定の議論でありますけれども、入ってこなくなったとした場合には、もう110万円増加するという見込みでございます。それから市町村についてお尋ねがありました。市町村は9月分は県とは違って満額支給をされております。11月の2日の交付予定の部分がどうなるかということでございます。その影響でございますけれども、仮に延期された場合にはですね、私ども全部調べましたが、市町村は一時借入金で対応できるというふうに承知をいたしております。いずれにいたしましても、こういう形で市町村までですね、一時借入金で対応しなきゃいかんというような状況というのは大変遺憾でありますから、一刻も早く特例公債法案を成立していただいて、必要な額の速やかな交付というものを改めてお願いしたい。それに関連して、以前の会見の9月の時もおっしゃったんですけど、金利負担の件なんですけど、その時は川端総務大臣が、一応、会見で発言したということなんですが、それ以降、確たるものはないと思うんですけど、その点については、金利負担の面、先ほど増加するという部分もあったと思うんですけど、その面については、国にどう求めていくか。それは前総務大臣、川端大臣がおっしゃっておりますので、引き続き、我々負担がないようにしていただくように、またこれまた要請をしていきたいと思っています。よろしいですか。はい、昨日原子力規制の関係で拡散の事故があった、原発で事故があった場合の拡散シミュレーションの、やり方が間違ってたっていうことが報じられたんですけれども、玄海原発に関しては糸島市からまた本土からちょっと玄海灘方面にちょっとずれたような形になりましたけれども、それでこう誤った結果というか試算を出してきたことについて、何かご感想というか受け止めありましたらお願いします。国の情報というのは我々のいろんな検討作業にとっては前提となるものであります。そういう意味では今回数字が変わったということについては、もっとしっかりしてまいりたいなという思いはありますけれども、いずれにしましてもですね、これからの対応をしっかりやるという前提で精度を上げていく、国の方には精度を上げていただければいいと思っておりますし、我々の方で言えばですね、IAEA が決めております UPZ の基準としております放射性物質が拡散する範囲というのが発表されたわけでありますが、原子力発電所から北東の方向に最大 27.4 というふうに数字が出たわけですね。改定数値が、これは前回糸島市の姫島が入っていったんですが、これは外れたという状況でございますが、いずれにしましてもですね、私どものこの前決めました地域防災計画では、いわゆる国の方が当面重点的に対策を充実すべき地域として言っております半径30キロメートル圏内収まっておりますので、
今回のシミュレーション結果というのは私たちの防災計画のある種の妥当性というのをですね、裏付けたんではないかというふうに思っております。で、従いましてこの前決めました地域防災計画のつまり30キロまでを対象にして我々は決めたわけであります。その計画の見直しというのは直ちに必要になるというふうには考えておりません。よろしいですか。はい。先ほどの体制のあのモデルですね、はい、ちょっといやらしい質問なんですけども、はい、あのこの北九州においてですね、警察とか例えば行政、法律も含めた、ものよりも今のところどう考えても暴力団がですね、勝っていると。なぜかっていうと協力者が出ない、協力者が出ない、ステッカーが外されるという非常に悩ましい状況になっています。現在のこの状況についてですね、いまだいろいろ 手は使ったり増員をお願いしたり他県からの協力を得たりしているんですけども、こういうような状況についてはどのように思われていますか。また市民に特に北九州の方々に改めてですね、メッセージをお願いします。はい、我々としては取り得る手段は精一杯と取らせていただいております。県警察の方も今懸命に捜査をしているところであります。それから先般それから 警察庁の方には増員の派遣をお願い しておりまして来ていただいております。それからいろんな捜査のプロといった人たちも入ってきていただいているわけであります。で、一方で今ご指摘のような病床を取り外すとか、ね、そういった動きというのも出ております。大変残念であります。で、ここで屈してはならないと思っておりまして、この前、県警察の方で、防犯カメラを設置をするということをご説明をさせていただきました。やれる手段を目いっぱい取っていくということだろうと思っております。そういう状況の中で北九州の市民の皆様あるいは事業者の皆様というのは屈することなく今やっていただいておるわけであります。その皆様の取り組みにしっかり応えていかなければ我々としてもならないわけでありまして、今後先ほど申し上げましたようなこちら側で自治体でやれることは目いっぱいやっていきますけれども、一方で国の方でですね、捜査手法の新しいタイプのものを導入していただくなどいろんな手段を増やしていってですね、総合的に対応していくと、その厚みを増して対応していくということが必要になろうかと思いますので、引き続きまして、通信傍受とか小取り捜査といった新しい捜査手法の導入についての法的な措置についても早期に実現していただくよう要請を行いまして強く働きかけをしていきたいということでございます。すみません、はい、今日九州電力がですね、決算の席で電気料金の値上げの表明に踏み切るという、報道もあってですね、昨日関西電力が決算で電気料金値上げを表明しました。上げ幅と期間はまだ分かりませんけれども、県内企業への影響は多分にあると思います。その値上げについて知事の考えとですね、原発再稼働の絡みにもなってくるわけですけれども、知事の考えを。はい、九州電力から、決算発表、中間決算発表を行われることは承知しておりますが、電気料金の値上げ運営関連よく分かりません。しかしながら昨日関西電力が発表されておりますので、一般論で申し上げますと、電気料金というのは今の原子力発電所の停止、運転停止によりまして代替電源の確保あるいは追加燃料の調達といったことで多分費用が非常に増加をしているんだろうと思っております。で、経営を維持することが困難になった場合には民間企業であります電力会社としては
対応せざるを得ないんだろうと思います。で、電気事業者として九州電力は事業者としての責任を持って値上げの、もし値上げを表明されるのであれば値上げの必要性と値上げの幅と時期、まあ、そういったものを判断して、世の中に問いかけるはずだと思っております。でそうなりますと、電気事業者、大口は電気事業者がありますけれども、小口の需要家あるいは我々の家庭用の電気料金については法律上認可権を有します国において公共料金のとしての妥当性を判断して、認可をするかしないかというのが決まってくるんだろうと思います。今のは一般的な制度の説明でございます。私としてはですね、仮に九州電力が電気料金を上げるとすれば、その当然社内での合理化というものを進めていただければに関し、人件費など必要な費用がを適正に算定するしていることについて、また利用者のへの影響を最小限にとどめるようにしていただかないかと思います。またそういったことについて我々県民あるいは関係の事業者の方、ユーザー事業者の方々に十分説明をし理解を得てもらえて得るように努力を、していくことが電力会社には求められるというふうに思っております。今のに関連しまして、はい、仮に、正式に九州電力側が、値上げしますという表明した後にですね、いわゆる知事コメントみたいなのをいただけますでしょうか。ただその必要性、幅、時期、そういったものがあって私ども全然精査する力がないところがあるわけですね。ただ今申し上げましたのは一般的なですね、いわゆる制度手続きと私の思いというものは発表することは可能だと思っています。大臣の対応をお願いします。柿澤さん、ここにございますでしょうか。内容ですから一ついいですか。はい、先日ですね、県議会の消灯後ですね、はい、台湾に行ったんですね。はい、で有効の記念で桜を100本、はい、植えられました。はい、だから今まで2点3点していましたですね、国有博物館の、うん、九州国立博物館での開催が、正式に決まったとあちら側から言ってきました。そのことについてどう思われますか。そういう情報には接しているんですけれども、そのどこから、私どもはね、向こうと東京の国立博物館が窓口になって調整をしているということで聞いてまして、国内のでどこでもう一箇所実施するかについてはこれからの話だと聞いております。そういう意味では今の話を正式にですね、その情報に接してないんでですね、ちょっとコメントのしようはないんでございますが、もしそうだとすれば今までもいろんな形でですね、お願いをしてきたこともあってですね、大変喜ばしいことだと思いますが、いずれにしましても、どういう今現時点でどういう状況になっているかというのを確認させていただきたいと思います。柿澤さん、他にございますでしょうか。どうもありがとうございました。